さんこんにちは。プロレーサーそしてモータージャーナリストの丸山博史です。そして今日はですねゲストに来ていただいております。加瀬さんデスク、はい、中野さん、中野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中野さんは普段何をやってらっしゃるんですか？カーセンサーという中古車雑誌で、はい、編集記事のデスクをやっております。なるほど、はい、お偉いさんですよね。あんまり偉くないですけど当然車には超詳しい。まあどうでしょうさっき全然知らないとかそんなわけがないですよね。まあどうでしょうって感じですね。もう何年ぐらいやられてるんですか？そうですね、もう10年以上やってます。もうデスク10年って言ったらですね、はい、もう車のありとあらゆるスペックから価格からユーズドカーの値段まで、そうですね、中古車は大体追ってます。はい、はい、そんな中で、中野さんはですね、なぜかレースを始めた、はいはい、なぜでしょうね。始めちゃいました。いつから始めたんですか？いやもう本当今年入ってからです。あ、今年入ってからだったんですか？そうなんです。じゃあ本当にデスク10年やってて、はい、やっぱレースぐらいやっとかなきゃっていう、そうですね、感じですか？ちょっと走れないとやっぱり恥ずかしいなるほど、ということでですね、前回ですねうちのドライバーテストに参加していただいて、はい、茂木で、はい、ロータスに乗っていただきました、はい、いきなりロータスに乗っていただきました。やれやれでしたいかがでしたか？いやいやもう本当楽しかったんですけど、いや全然乗れてないなっていうのは改めて実感しました。はい、はい、あの落ち着いては乗っててくれたと思うんですが、タイム的にはやっぱりまだまだ、うん、ひどかったですね。はい、まあ、ひどだいぶ差はありましたけどね、はい、一体何をしなければいけないのかでだったら、いやもう練習しかないと思うんですけど、はいはいはい、とにかくいいのがあるんですよ。はい、何でしょう？ウィズミーにはですね、はい、レーシングクラブがあってですね、はい、ここでレーシングドライバー育成スクールというのこの間ドライバーテストあったんですが、はい、今日は、はい、実践、レーシングライダー育成スクール。聞いてないですよもう聞いてないって言って、もう筑波サーキットにいてうちのシャツ着てるじゃないですか。何すかこれだって全然そして自分でカメラまで仕込んでやる気満々ということで、はい、今日はですね、実践編ということでいきなり筑波の5時間耐久に5時間5時間耐久です。はい、当然レース形式では行うんですが、はい、まあ、無理なく自分がレーシングドライバーとして何が必要なのかっていうのをですね、うん、学びながら今日の5時間を過ごしていきたいということです。わかりました。はい、まず一番最初にやんなければいけないことがあります。何でしょう？何だと思いますか？レーシングライダーに、レーシングドライバーにとって一番大事なこと。着替えですか？強い精神力と強靭な体力。体力、まずはですね、はい、ランニングからです。何すかランニングこの間やってたじゃないですか、一生懸命、はい、うち丸太でもランニングしたじゃないですか。やりました、やりました。普通にレースする日必ず朝ランニングしなきゃ。はあ、これもたあのスポーツですから、はい、わかりました。我々はアスリートですから、はい、ということでランニングからいきます。はい、はい、まあ、1キロ以上は普通、いや、ね、汗かくのが大事なんでね、はい、基本的にはちょっと汗をかいてからちゃんと車両に乗る。当然です。僕月100キロ走ってますけど。月100キロ走ってる、はい、じゃあ全然大丈夫じゃないですか。ゆっくりですか、ね、じゃあここは自信ありますね、さすがアスリート、そんなにでも普段走ってんですね。じゃあ走ってます、それは何のために？痩せるため。痩せるため。レースをしている中でやっぱり集中力切れるか切れないかって、はい、やっぱかなり体力が影響しますよね。最終的には集中力保ちたいんですけど、体力なくなって切れちゃうことがあるので、体力やっぱりいくらあってもいいなと、はい、逆にそれで何かリスクを避けられるんだったら、そうですよね、トレーニングぐらいはしたいなっていうのが、はい、レーシングドライバーへの道として、そうですね、当然のことなんじゃないかなと。図らずもその道歩んでましたね、今ね。はい、2輪のレーシングライダーは当然のこと、4輪のレーシングドライバーにも、うちのチームは必ずトレーニングをするようにしてもらっています。意外と皆さん強靭だなこれを多くしちゃってセーフティーカーが入るとですね、耐久の意味がだんだんなくなってきちゃいますので、そんなにすぐには救出されません。危険な場合とかそういうのは除いてですね、なるべく耐久レースをキープしようと、実行委員会の方は、
ずは、順当に2チームとも順当すぎますよ、やばいですよ現在のところ、GT1 でポールポジション、泉 XCG 私が出したタイムが5秒003 4秒台に入らなかったんですけど、後ろに BSK エリーゼがですね5秒596で、迫っております。その後に EK9 来ております。気持ちとしては、いや、ちょっと緊張してますけど、今はまあそうですね、落ち着いてですね。でもこの緊張がないとレースじゃないんで、緊張感の中で落ち着いて、はい、どう向き合うかですよね、はい、そんなデスクだからそんなことしょっちゅうでしょう。いや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 、締め切りに追われて緊張感の日々を、いやいや、まあまあそれはもう慣れてるんですけどこれまた違いますから。そうですね、はい、じゃあまあとりあえず頑張って、はい、安定していきましょう、はい、走れればと思ったんですけど、はい、でも全然そのなんかいきなり危ない目に遭っちゃうとかっていうのはなさそうだ、なかったですね、ね、はいはい、よかった、全然もっといけそうですね、はいはい、まあ、でも怖いからやめとく、まあ、まずはタイムを安定させてですけどね、はい、余裕が出てきたら少しずつ、12秒台とか13秒台ですよね、はいはい、でもいきなりそこまでいければ、はい、でもエキシージ楽しいでしょ。すごい楽しい。全然ロードスターよりもまあでもロードスターよりも全然楽しかったです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。予選のフリー走行を終えてですね、3人の走りを見比べて、まあ各自のドラテクをですね、ちょっと見たいなと思っております。まずは映像の方見てみたいと思います。まず私。最初、やっぱね、結構タイヤ温めるの、うん、ロータス大変なんですよ。一発目はめっちゃフロント食いつかないんで、フロントどうやって食いつかせようかなっつって、結構ね、他のシビックとかが食いついてってるところを最初全く食いつかないんで、下手したら一人でバーンって出てちゃうかもしれない、うん、恐ろしさがあって、意外とね、タイヤ冷えてる時を皆さんに渡すのが怖いんですよ、うん、慣れてないとね。でも、慣れればカートと同じなんで、カートの1、2周目ってまるっきり曲がんなかったりするじゃないですか。あの状態が起きるんですよね。だからそれはちょっと慣れなんで、まあ、急にね、知らない人に、逆に箱車に乗ってる人に渡すと意外と最初にね、スパーンってまっすぐ行っちゃったりするんで、そこだけ気をつける。やっぱフォーミュラーカーと似たような感じで温めてもらえればいいんですけど、そこだけなんかちょっと違うんですよ。温まってしまえば前後の流れ方のバランスはいいんですよね。そしたらもう本当に全開で飛ばして、逆にケツをね、出そうとするんですけど、この第一ヘアピンだけは本当にうまくフロントグリップさせないと、すごいフロントプッシュアンダーするじゃないですか。あれをしないためには入り口からリアを流してないとです。入り口でキュッてブレーキ踏んでグッていった時にリアがスッてこう流れて、リアのグリップを失わせてないと、リアがグリップしちゃうともうフロント押しちゃって全然曲がんないんですけど、入り口でフロント荷重してリアをスッと流し始めれば、リアがスーッと出てきて綺麗に曲がるんですよ。これがやれるまで数週かかる。そこまでタイムが出ないんですけど、それが始まると今ロータスはバランスがいい状態にしてるんですよね。よく曲がるセッティングにしてるんです。でもそこまで持っていかないとやっぱちょっとね、持っていきづらい。
さあ、泉水さんの走りを見ちゃおうかな。もう最初なんか全然とにかく車になれることだけで精一杯で。どんなところがあの車になれるの必要でした？車自体の動きがまずあの特殊そうなので、はい、それを掴むのと、でさっきも言ったけどクリアラップを狙って、うん、でギアのあのチェンジのタイミング、どこで何速を使うかっていうのも、はい、とにかく初めてなんで、それにしちゃ安定してすぐにタイム上げてきましたよね。あのすごい、だからそこは順応っていうか一周一周その車両の特性を掴むのをすごく早くやったなと思って。いや確かに結構トリッキーじゃないですか、最初の動きが、はい、それとギアシフトもめちゃ忙しいじゃないですか。そうですね、だから、はい、何速入れてるのかも分かんなくなるから、うん、感覚で結構捉えてるんですね、うん、本当はちゃんと何速って分かってればいいんですけど、多分覚えてる暇がない。でもそれにしてはギアシフトも正確ですよね。そう、朝丸山さんと話したんですけど、はい、やっぱギアがちょっとあのやっぱ感覚が狭いんで、はい、あのチェンジの感覚もクイックだし、そうですね、そこら辺はちょっと気にしながら、ね、うん、いやでもこうやって見てあのシフトがね丁寧だし、あと回転もちゃんとある程度一定に守ってる。よくこれで順応してってるな。本当はねもっとアタックしたいとこなんですけど、すごいまずマシンになれるってことを、はい、まず意識的にやってますよね。中野さん行きましょうか。ステーリングちょっと持ってきすぎかな、うん、あのちょっとここで操作するよりはちょっと持ち替えてもいいと思いますけどね。 あんまりこっち行っちゃうと今度は振り返した時に戻しきれなくなる時があるので、うん、はい、これもあれですよね、なんかやらかしちゃっていけないから、やっぱりもうみんながいっぱいいるところをかなりセーブして、はい、絶対近づかないように。絶対近づかないです。あのこれもね、大事かなと思います。あのやっぱりノータスみんなやっぱりちょっとビビるじゃないですか。でもやっぱりガシャンってね行っちゃったらもうそれでまた走れなくなっちゃったりしちゃうんでね、やっぱり慎重に慎重にやってクリアが取れてる時にちょっとずつ慣れていくしかないですよね。でも何秒まで行きました？多分10秒って出たんじゃなかったかな。先生さん9秒出てましたね、はい、いや8秒か、ね、8秒。でもほぼレースをやったこともないじゃないですか、はい、それにしても早いですよね、このマシンでね。先生さんはまあね、あの僕はね、なんで先生さんに乗せてるかっていうとカート経験がやっぱ多いんですよね、はいはい、でカート乗ってる人はね、ロータスは本当は乗りやすいし、うん、あのね、ロータスの走りがね、気に入るはず。カート経験者は逆に箱車はね、緩いっていう、まあ、箱車は同じ箱車なんですけど、やっぱね、あんまりね、ロールする車はなんか緩く感じるじゃないですか。そうですね、なんだこのガタガタって。で、あんまりロールしないじゃないですか。あのバネレートそんなに硬いわけじゃないんだけど、車体が軽いからロールしないんですよね。そうするとやっぱりカート感覚で走れるので、多分潜水さんはロータスが、まあ、気に入るんじゃないかなと思ったんですけど、ズナンロードスターですから。そうですね、ロールしながらじゃないですか、はい、でも逆にロールする方がフロントグッて食いつかせるのが簡単なんですね。そうですね、確かに。これはね、フロント食いつかせるのが難しいから、さっき言ったあの第一ヘアピン一回もうリアがプッシュし始めると、はい、まるっきりフロントが効かなくなる。効かないですね。あれどうしようとしました？いやもう速度を落とすしかない。 あとは、はい、アクセルを踏まない。入り口の速度をどんどん上げてってブレーキングでリアを流す、うん、っていう風にすると勝手にリアが流れてって速度を落とさないでも、まあ、要は曲がる、うん、別にアクセルを開けるも開けないもフロントのブレーキング荷重でリアをスーッて流し始めたら、ゆっくりちょっとアクセルポンってやってみるとリアが空転しながらシューンとこう車が回って、うん、もうブレーキ踏んだら入り口、ヘアピンの中で入り口向いちゃうっていう。要は速度落としすぎなんですか？落としすぎちゃうともう逆に曲がらなくなっちゃう。そこに持ってかないと走れないマシンっていうのは確かにロータスではあるんですよね、はい、でもこれもカートをやってるとそうなんですよね。一歩ガーッていかないと曲がらないしっていう、そこに飛び抜けるにはマシンに慣れてないしなんで、ちょっと今ね、中野さんには時間的にはちょっと厳しかったかなと思いますけどね。あとやんなくちゃダメですね。いつかね、いつかじゃないよ。そうですね、もう次ありますからね。次いつなんですか？イタコのカート大会いつでしたっけ？10月3日？10月3日。
まあ、これは出ないとダメですね。それ出たら上手くなりますか？なりますよね。間違いなく。間違いなく。はっきり言って僕箱車で練習なんてしないですよ。もったいないから。お金かかるから、タイヤ代もかかる。はいはいはい、練習はねほとんど僕カートです。練習はほとんどカート。まあ、違います。カートの練習はね、で安全に限界が分かりますから。そうですね、車に比べると、はい、うっかりあってやっつけちゃったの5回ぐらいやっても結構復帰してきますからね。でもね、ロータスであっていうのを5回ぐらいやったら1回ぐらいは結構20万ぐらい買っちゃうパターンに。だからやれないんですよ、そこまでは。だけどカートあったらね、そうですね、そこまでいきますから。うん、そっか、カート乗ってなかったからダメだったんですよ。そこまでいい話だ。それではですね、レーシングスクール、はい、体験版実践編ですが、これから5時間、まあ、することなくいきたいと思いますが、調子のほどは、まあ、大丈夫だ。意外と楽しんでますよね。そうですね、もうすでに、もう乗ることは楽しいです。中野さんはどうですか？壊さないように、壊さないように、それだけで。そうですね、はい、安定したタイムをね、はい、刻んでって、あわよくば自分のベストラップがね安定して、うん、スムーズに出るといいですね。はい、それまでデータ録画も撮ってますし、車載映像も撮ってますし、はい、頑張っていきましょう。はい、では、行ってきます。ただいま、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様と言ってもほとんど走ってないような気がするんですが、私がですねポールポジションからスタートして、まあ、トップ独走というよりは、まあ、みんな燃費も気にしたんでね、そんなに飛ばさずだったんですが、先生さんに交代したところで、もうすでにこれはねスーパーチャージャーのシールがですね行ってしまって、若干ちょっとオイルが出始めたんで、これ以上走ると多分スーパーチャージャーが飛んじゃうんじゃないかなということで、リタイアに今回はなってしまいました。せっかく中野さんにもですね、実践のレースで、厳しい耐久の目に遭っていただこうかなと思ったんですが、ここはここでちょっと無理なくなったんですけどね。いや残念でした。はい、すいません。いえいえ、まあ本来はドライバーさんとしてね、車を守りながら走る、特に耐久レースは、先ほどのタイヤを見た感じもそうなんですけど、タイヤを温存させるとかそういうのもやっぱりドライバーの役目って本当はすごく多いんですけど、なるべくその車両を温存させながら走るのも必要、まあ、ただ今回のはドライバーのミスではありませんので、これはですね申し訳なかったかなと思っております。とりあえず気を取り直して、はい、シビックチームがなんか結構いいとこ行っておりますので、はい、シビックチームの応援に行きたいと思います。はい、みんなで応援しましょう。はい、応援しましょう。よろしくお願いいたします。はい、
今日は初めての公式レースということですよね。そうですね、はい、初めて。走行会は何度かありますけれども。感想の方、いや疲れました。疲れました、はい、でも車自体は多分走ればすごいいいタイムが出そうな感じの車で、はい、実際多分1回だけですけど、はい、全然走ったことないタイムで、タイムラップが出たと思います。普段だったらご自分の車だと何秒だ。16秒ぐらいです、はい、それは未知のゾーンじゃない。未知のゾーンでした、はい、自分的には非常に楽しかったです。悔しかったですけど、でも楽しかったです。レースは、はい、今回は何度目なんですか。いや今回全く初めて。初めてなんですか。はい、初めてにしてはすごくまとまってませんでした。いやそうでもなかったと思いますけど。でも予選そういえば12秒1でしたっけ。12秒何でしたっけ。276。なんかすごいニアピンだったんですよね。あれは全くの偶然ですね。それまでずっと13秒台で走ってて、はい、12秒台出したいなと思ったら最後の周回でそれが出て危なかったっていう。この勢いがあと45分ですけどどうでしょう。いや多分チームのブレーンたちが今燃費をすごく計算してるんで入賞してほしいですね、はい。先輩やりましたね。やっちゃいましたね。一回やっちゃいましたね。この一回が、ブレーンたち相当頭悩ましてるみたいなんですけど。だけどあの子たちは賢いんで、うまく賢い挽回挽回してくれると彼らが。そうなんですよ。あと35分です。あと35分なんですけど、どうでしょう。35分このままガス欠にならないで表彰台の登れますかね。微妙ですよね。ワンペナをここへ来て、ここへ来て、万歳なしよはやめましょう。そうですね、はい、はい。ちなみに普段何乗られてますか。普段はアーデックセブン乗ってます、はい。じゃあもう全然性質の違う車ですよね。まあそうですね。自分前輪駆動乗ったの今日で2回目なんで、そんなに前輪駆動のこと知らないんですけど、はい、そんな違和感なくよく曲がるんで、で変な癖もないんで。もっと多分速く走ろうと思えば全然速く走れる車だと思います。じゃあ次また別の機会、例えばシビックでレースやるよっていうような時があったら、できればエキシジで走ってみたいなっていうのもあります。出ましょう。ぜひお願いします。ちなみにカートの経験は。もともと4輪やる前にカートやってました。じゃあ OK です。もう全然 OK です。はい、問題ありません。ありがとうございます。感動しちゃいました。ありがとうございます。もう最後本当に思ったよりガソリンの減りが早かったんで、走りながら、あ、これこのメーターだと何リッターぐらいかなとかと思って、それであとこの橋でやると何リッターどのぐらいで走るか、あと何周だとかって思ったのが、あと残り30分の時だったんで、それまずいですね。だからこれもう入って給油するか、それも考えて、これはちょっと落として給油しないで走っちゃった方がいいなって、落として走るのどのぐらいなんだとかって、30分だからで1分30秒走ってとかって考えて、でその辺考えながらちょっと走ったんで、ちょっとタイムがバラ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 してたと思うんですけど、はい、まあ感想はとりあえず果たしましたと。はい、ありがとうございます。はい、なんとかチェックを受けられたんでね、はい。それでもなんとなく不完全燃焼ですか、はい、今回は。微妙なんですよね。要は燃費が思ったより悪いっていうのはやっぱりそれはドライバーの責任でもありますので、だからでもこれでもう一回給油っていうと絶対的に下に落ちちゃうから、そしてやっぱりあの回数でやっぱり燃費をキープしながら走らなきゃいけないなっていう風な部分で、まだまだ課題がいっぱいだなっていう風なのが。なるほど。走りながら考えましたね。シビックのことは知り尽くしてる感じですね。耐久レースでね、少しずつこうレーシングね、
ドライバーをこう育っていくっていうクラブとしてね、やっぱり経験値伸ばしていきたいですよね。まあ年的には私もうそろそろ卒業なんですけどね。なんてこと。まあでもいくつになってもできる、ね。まあそうですね。はい。はい。要は健康管理はやっぱりしっかりするようにはしました。このために脱水症状にならないようにとか。はい。どうもお疲れ様で。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はですね、レーシングドライバー育成スクールというタイトルで行ったんですが、はい、決勝は虚しくちょっと我々のロータスがですね、トラブってしまったんですが、はい、でも全体的にはうちのもう一つのチームのシビックチームが、うん、検討していて、そうですね、耐久レースならではのね、チームワークと、はい、あとやっぱりマシン大変ですよね、うん、5時間7時間とか走らせていくのには、この気温で大変ですよね。そうですね、うん、モータースポーツって僕一番最初にね、僕らアスリートだから、はい、朝のランニングから始めなきゃいけないって言いましたけど、はい、本当に過酷なのはやっぱりマシン。そうですね、それを支えるメカニックと整備とがやっぱり大変で、うんうん、本来はやっぱり車両がマシンが主役であることは変わりないんですよね、うんうん、はい、ただその車両のスペックがあまりにも上がってったためにそれを正確に限界で攻める人間力っていうのは、うん、これやっぱりかなり普段から鍛えてないと、そうですね、いかんなっていうところで、はい、その両輪が揃って、そうですね、いい成績につながるってことですよね、ですよね、きっとね。今回はですね、はい、ちょっとねくたばってもうチェッカーヘロヘロになってもらおうかなと思ったんですがまあそのねちょっと疑似体験だけをね、はい、してもらうことになったんですが、はい、レーシングドライバーとしてさあ中野さんがですね今後やらなければいけないことは、そこ言わせますか。はいはい、そうですね、まあ1にも2にも練習、うん、はい、で練習の方法も多分まだ試したことない練習がたくさんあると思うんで、はいはい、まずは、カートから僕はね、やっぱ一番お金かかんないですし、あとはやっぱり限界を極めるのにね、はい、レーシングカートを走るっていうのは、はい、僕レーシングドライバーへの近道じゃないかなと思うんですよ、やっぱりね。そうですね、で鍛えて鍛えた中でいろんなマシン乗り継いでって正確に運転する、うん、はい、もう高いマシン乗った時には正確に運転できてないといけないので、はい、これはレーシングカートに行きますか、はい、行きますか。はい、ということで、はい、レーシングカート参戦決定。パチ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 ということで、はい、今回のですね筑波5時間耐久、はい、カーセンサーデスクの中野さんとですね一緒に参戦してみました。レーシングドライバーとは何事にも過酷にチャレンジしていく、はい、ということですね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。